おはようございます。ティレット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。今日ですね、同僚と会う約束がありまして、この時期なんですけど、あんまりね変なところには行けないんですけど、同僚とねちょっとね外出したりしました。はい。その後同僚からね、メッセージが届きました。まあね、なんていうかな、なんていうかな。はい、というわけで今回からレジェンドクエスト6をやっていきたいと思います。ついにね、6って言った方がいいよ。6ね、ついにもう折り返しですよ。9個あるうちの5つが終わってます。まあね、評価は評価とか散々ですけど、なんだったらリプレイすらしてないっていう、このねザックバランな状態ですけど。ザックバランすぎるんだよな。それはで、今回から6をやっていきたいと思います。いや、6はね、正直僕ドラクエオンクエストシリーズであんまり6はやってないんですよ、実は。いや、あんまだから2週以上やったドラクエは何ですかって言われて、ほとんどやってるんだけど、やってない、2週以上やってないのはね、11と6ぐらいじゃないかな。まあ、10はともかくとして。はい。というわけで今回このね、あんまり印象が強くない6やっていきたいと思います。いやー、どんなんだ?さあ、ビッグバン、マジンコ、あ、意外とこうしてみると多い、死に技多くね。そうだ、こうしてみると多いけど死に技は多いのか。幻の、早ない。早ない?もう?もう?あれ?これ、6の BGM だっけ?おかしいな。え?あ、焚き火の絵してる。あ、焚き火の絵してる。すごいじゃん。あれ?これ6の絵ってこんなんだったっけ?え ?6 の曲やか?これライオンの曲じゃない?腕組んでるよ。なんか腕組んでる曲やん。さあ、1章目からちょっとね、もう私1章で油断してると死にかけるというのをね、毎回経験しております。ガチでございます。ミノモン255。バトルマスター風林火山。行くぜ。わあ、もうめちゃくちゃ特技4つになってんのか、ちなみにこのチーム。いや、もうめちゃくちゃやってますよこれ。さあ、初めの相手、え、おい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 、1戦目からいるぞ、1戦目からなんかいるぞ。え、最初から潰しに来てるこいつ。待って、最初から俺を潰しに来た。マジ?え、ちょっと、初戦闘から魔法出てきたんだけど、潰しに来たな、おい。あれ、待って、でも、HP 少ないね。3300しかないよ。なんか、普通確か武道って4200くらいなかったっけ?あ、外した。やべ。ってことは、弱めの武道なのかな?比較的弱めかな?攻撃。ね、HP は低くなってるから、最悪ご利用せますよっていう保険なのかな?大丈夫か?あー!そうだよなー、そうだよな。悪夢でも悪夢にしてはダメージ出なかったね。なんか悪夢ってもっと暗ってことは弱めなんだ。これレジェンドクエスト系魔王のレジェンドで、レジェンドヒーロー、レジェンド魔王のさ、完全な感じで、じゃあいけ、火星弱点取っているよ。いいよいいよ。そうか、ってことはそういう、いけ、一応作り出す。オッケー、はい、よいしょ、ナイスー、オッケー。さあ、イカズチの息でもそんなに強くないんだね。はい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 、じゃあつばぜり合いこっか。次のターンつばぜりいきます。おっと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 、んーにゃー、つばぜりいきます。さあ、ここで勝ちたい。いやー、つばぜり合いですよ。最近ちょっとね、動画でも事故が多いんですよ。さてと、5、4、3、2、ここ皆様にご報告します。私二秒式に戻しました。8秒やっぱやれるんだよ。やっぱり自分で編み出した8秒式がいいんだろうな。まあ今のは若干まぐれ感が、まぐれ感ちょっとあるんですけど、若干、まあ、まぐれ感あるんですけど、今のは。今のはちょっとまぐればあったけどね。若干まぐれだよな、あれ。時々動画ではね、7秒とかしてたんですけど、あまりにもちょっとね、ひどい。最近ちょっと事故を、スペシャルカードは?うん、
全部揃ってるね。使えるハッシュ全部揃ってます。なのでここは決めていきましょう。ここはもう決めていいと思う。普通に3300削り切ってくれるわ。いや、ビッグマン使えるのできるな。にしてもこれビッグマン使えるのでかくない？これビッグバンが使え、シップ陣内まさか。だろうね。解説フロー。あ、でももちろん7秒やめるわけじゃないんですよね。あくまでね、時々ね、ちょっと勝ちたいもんには、2秒の方がいいと。一つ目の構えたち決めに行く、一つ目の構えたち決めに行く。あー。よし。いや、初戦から無道出んのか。油断できねえな、これ。これは油断できないよ、この、このレジェンドクエスト。ラーの鏡、ああ、太も、スパッツ、違う、バーバラの話ね。なんで2回も言い直した？アモールの街からね。さあ、やっていくぞ。あん、2つの手があったんです。懐かしいな、2つの世界とかあったな。世界の謎を知るために、月神の塔と向かった君たち、だがで終わるんかい。あったよな、バーバラの話。結構それは印象的だな。雑魚敵の解説もないんでね。普通のオールラウンダーな僧侶行きたいと思います。まあ、いつの間にかね、なんかレジェンドクエストに関して、皆さん持ってくことがあると思うんですよ。まあ、触れないであげてください。はい。モンスターがガチなんですよね。比較的モンスターが、強キャラが集まったんですよね。で、デンタリッチとかナイトリッチばっかじゃないから。うん。それだけ許して。さあ、こっからね、2章はさすがに2419で、魔王オーブもないんで、雑魚敵って感じだね。鏡いる鏡さんが立っていらっしゃいます。あいつはジョーカーでドラゴンクエストモンスターのジョーカーで見たあいつだよ。てか泥人形殴るかーい。デューラ真っ先に行ったけど、さあバギマを打っていきましょう。これバギマ通るべ。泥人形が風弱点取ってるし比較的通りやすいんじゃない。おっと、え、硬っ。 52? あの鏡ちゃん風耐性ものすごいね。お前52で不思議な踊りはまあ大丈夫でしょう。まあ、これは大丈夫かな。別に呪文使うような面中はパッと見えないけど。なんだこいつは。なんだなんだ、夜勤ステップ来ました。見てください、夜勤ステップ、ヤギセゲリ。ああ夜勤ステップおるかな。鏡よ、え、まさか。ちょっと待って、現場剣なんか見たことあるよ。ちょっと待って、拳が出てきていきなりでスタムが出てきておる。ちょい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 、もうラスボスでできたぞ。ちょい、待て。この序盤でラスボス出てきてもてるやないか。ラスボス出てきてもてるぞ、お前。ラスボスが、早くもラスボスの面影が現れておりますが。早くもラスボスの面影出てんじゃねえかよ。こんなクソ序盤でもうラスボス出てていいのか、お前。さあ。これバギーまでと、まあでも、パッと見削り負けはしてないと思うんだけどね。まあ僧侶なんは相まって、硬いとは思うんですよ、そこそこに。そこそこに硬いとは思う。はい！デューラよく当てるね。ハイナイツー！デューラナイツー！いいね。さあ、不思議な踊りをね、ポカポカやってるわけ。まあまあまあ、別に大丈夫でしょ。向こうに有機ノーブもないんで、地元ツボもいないんで、まあ、ここはね、ドロースイングの方が怖いね。てか、泥人形は。輝く。ん？おお、吹いている。吹いている、光る。ダスコなぜ避ける。精神的行動不能、まさかの精神的行動不能があったか。なんで輝いて足が続くんだよ。眩しいっていう、せめて眩しいってなるよ。いけ、ダスコ鏡を割る気満々ですやん。鏡割る気満々でじゃないですか。ここはまあ普通にダメージ取っていいと思います。基本的にこれビッグマン使うのでかいな。4とかもそうだけど、ギガソードとか、ダメージ系は基本強いからな。いや、これでかい。普通にご両親使えるからね。まあ、ここで動けないのは仕方ない。仕方ない、仕方ない。あと、デューラとダスコは決めてくれるんで大丈夫。ダスコ、灼熱で。OK! ナイス！もう行ったでしょ。さすがに行ったべ。はい、OK! よし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 。十分十分。頑張った、頑張った。簡単だったな。魔王城突入。お、
魔王城で行ったわ。もう早くも魔王城に行ってしまいました。結構飛ぶのね。もう3章でまた魔王城行ってんのね。ゲントのために近くへ行ってるか。魔王無駄。あれおかしいな。さっき飛ぶした。さっき倒したと思うんだけど、僕。あ、また無道やんの？またやんのかよ。再び無道の城にやってきました。つばぜり合うから逃げない。行くぞ、キスコ。さっきダースドラゴンでダスコ来ましたんでね、キスコで行きたいと思います。いやー、どうなんだろうな。また魔王戦か。の割にはさ、なんかさ、ん？あれ？なんか小さいな、無道。いや、違う。無道よ、いつから青くなったんですか？無道じゃねえよ、魔王、無道の元って言ったじゃんか。おめえら誰だ、獣神拳。おい、無道くらえ。なんだ、誰だ、おめえは。かしこさん20のジゴフラッシュさん。なんだよ、無道の城って言ったじゃん。うわ、不意打ちだったわ。敵を読みすぎたから、かしこさん20さん。何、ウエスターデーモンが、なんなん、こいつ。なんだよ、こいつ。いや、普通に来たか。普通に雑魚敵で来たか。かしこさん20からの自己フラッシュですか。なるほど。そんな食らわんて。お前、ん？これは？なるほどね。はいはいはい。なるほどね。なるほどね。はい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 。なるほど。大丈夫です。キスコ、特技だ、それは。自己フラッシュは物理だけ。特技なら大丈夫。ナイスー。はい、ナイスー。はい、ナイスー。キスコ、いいよ。いいね、いいね。いや、久しぶりになんか、レジェンドクエストやるな。このレジェンドクエストって一回でまとめてこうやってやってるんですけど、やっぱ、やると楽しいな。普通に。さあ、まだこっからですよ。言うてでもね、雑魚的、そこそこなんかヘルビーストラのレッサーデモなんか、怖い連中集まってんな。レッサーデモの呪いの弾とかあるからな。なんで、ちょっと状態異常がちょっと怖いところになりますが。とりあえず、ね、デインで、ヘルビーストに、まあ、350出るのはでかいな。所詮、賢さ20よ、お前は。てか、ヘルビースト弱点多いんだもん。ラリホン来た！無道の血を引き継いでんな、お前。お前、無道の血引き継いでるわ。これは誰？おいやけー！所詮、賢さ20よ。はいー。呪いの弾は負け筋だからね。お前は止まってろ、ずっと。キスコ行け。いいよ、キスコ。はい、もう一回また行くんかい、そいつに。いいよ、キスコ。まあまあ、さすがにね、もう一回止めない。ダークスラッシュ、まあ、デビルアーマーはまあ確かにいるけどさ。ってことは次来るか。次こそ来るって感じだな。順調順調！ビクワン！もうガンガン打っていこう。特に評価は気にせずガンガンいきますよ、初見攻略なら。後で裏でちゃんと SP 調べるから。初見の時は何も調べない。これが僕のポリシーですからね。はい。普通に楽しみたい。普通に楽しめ。十字剣。これでどんぐらい出る？おっと、レッサーデモに行く。はい、ナイスー！あっしゃ、オッケー！やるねー！